そして48分のこの2つの連続した動きなんですけれども、そちらをちょっと参考にしてお話ししてきました。で前半の10分に関してはですね、久保がインターセプトして逆襲に転じたところを、イランの14番の選手はまあその反転攻勢を潰しにかかろうとして、まあ久保の足にもう紙バサミのような感じで足を挟んでいったというシーンがあったので、その辺もちょっと気になって、まあファウルを取ってはもらったんですが、イエローカードが出なかったというシーンで出ました。実際こう柔道の試合においてもこの紙バサミっていうのは非常に危険な、まあ、行為だとされているようですので、サッカーにおいてもこう足を挟むっていうのは非常にこう大怪我しやすいということもありまして、なぜはやってほしくないんだというプレーでした。で、この46分、48分、こちらの後半の1、2分あたりのところなんですけれども、堂安選手はですね、ジャンプをしてヘディングしていったんですね。で、そこに同じくジャンプで捨てろうとしていないイランの8番の選手がちょうど下にいて、その選手にまあ接触して乗っかる形で、倒れ方がちょっとこう危険にな状態で落ちてしまったということなんですけれども、まあ、これもその堂安に対するファウルをまあ取ってはもらったんですが、非常にこう危険な場面であったということです。先ほど冒頭にも申しましたように、競るならちゃんと競りましょう。競らないならそのジャンプしている間は基本的には接触してほしくないということを一応伝えておきました。で、ツイキャスでは、早々と埼玉の郷さんからも挨拶が来ておりまして、あと秀樹金子さんも初めまして、この番組では初めましてです。よろしくお願いします。で、あとですね、味噌煮込みスキーさんもありがとうございます。こんにち味噌ということで、また後ほど、後日またよろしくお願いします。でですね、一応ここが、ちょっと気になる点、実際のプレーでも、ヘディングするときには注意していただきたいというところだったので、ここまでがおそらく音入ってなかった部分だったかなということでお話ししました。で、ちょっと今日の予定ですけれども、パワーポイントをちょっと表示いたします。現在のスライド。一応前回ですね、この1回、第1の前回の振り返りというところで、10分、46分、48分、51分、72分、そして、まあ、残念ながらこう負けてしまった最後の90分プラス3分のところ、このシーンについてお話をしてきましたので、また何かあれば、コメントとかメールでですね、お問い合わせいただければということ、ただ映像が残ってないと、多分この振り返りをしても、まあ、リスナーさん方にはちょっと分かりづらいかとは思うんですが、ダゾーンに入っている方は、とであれば多分振り返れるかなというくらいですので、まあそんなに難しいというか、込み入ったことではありませんが、一応、まあ、もし見られるんでしたら見ていただければということでお願いします。それでですね、2番目にですね、今日は主審審判の動きということで、主審の動き方初級編ということでお話をしていこうかなと思っております。で、まあ私もですね、29歳かな、その時に4級資格を取って、それでまあ活動の場を求めてあちらこちらの学校とかですね、団体とかにまあ電話とかメールをして、まあ練習試合でもいいのでやらせてもらえませんかっていうようなことで、まあ一種の営業をかけたということだったんですけれども、まあ初めてやったのがですね、確かまあ区内の中学校先生が、まあ、OK をしてくれて、で、その区内の、まあ、なんて言うでしょう、公式戦なのかな、区内のその各中学、まあ、同士の、まあ、大会ですね、そこに、まあ、呼んでもらったりして、あと、まあ、高校の先生からは、その区内の、まあ、区内だと少ないので、その周辺の、その高校の、まあ、まあ、交流戦ですね、まあ、私的な、大会に呼んでいただいて、あと練習試合とかもさせてもらったんですけども、本当にこう、右も左もわからないような感じで始めてしまいましたので、とてももうドキドキ、ドキがムネムネ状態でしたね、本当にこれは。で、
主審として、まあ、いろんな事情でこう審判資格を取られる方もいらっしゃるはずなんですね。例えば、自分のお子さんがこうクラブチームとかに入ったので、どうしてもチームでは例えば4人揃えなきゃいけないから誰か資格を取ってくださいよという形で、まあ、消去法なのかじゃんけんなのかわかりませんが、取らされたというような方もいらっしゃるでしょうし、まあ自分もサッカーを、まあ大学なり高校なりやってきたから取ってましたとかっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあいろんな事情で、取ったけれども、要はペーパードライバー、ペーパー審判員でしたよと。で、どうしても、まあこの大会で審判をしなきゃいけないんだ。で、主審をしなきゃいけないんだ。副審をしなきゃいけないんだ。というようなことが、まあ、あるかもしれません。で、そういった方のために、まあ、どういうふうにして動いたらいいんでしょうかっていうことを、まあ、今回、次回あたりで、ことをお話をしていこうかなと思っております。で、まずですね、まあ、初めてやる場合っていうのは、非常にもう緊張しますし、何が何だかわからないです。で、皆さんが資格を取ったときに、もらう、競技規則の本、そこの後ろの方にですね、基本的な、まあ、ポジショニングとか、いろいろ載っております。そこで、まあ、大事になってくるのがですね、これはもう4級審判員でも1級の審判員でもそうなんですけれども、まあ、大基本、もうこれだけは忘れてほしくないというものがありまして、それがこの、星マークで書いているんですけれども、対角線式審判法です。あ、ちょっと、マウスの動きが悪かったんですが、この対角線式審判法というものを意識して動いていきましょうというのが言われています。で、対角線式審判法と何かって言いますと、サッカーのこのフィールドの図があるんですけれども、ちょっとね、マウスが伸ばせるかどうかわかんないですけど、この長方形のところに、今、ツイキャス、もしくは後ほどあの YouTube でも上がるかと思うんですが、映像をご覧になれる方は見ていただきたいんですが、ちょっとラジオを聞いてらっしゃる方とかは、まあ、後ほど見てください。赤い線で引っ張っているこの斜めの線、これ対角線です。この対角線を意識して動きましょうということをまず指導をされます。で、まあ、今 DVD 受け取られてるかどうかわかんないですけど、審判員のこう、様々なルールに関する解説がこう映像と音声付きで資格を取るともらえるんですが、私の時代は VHS のビデオテープでした。それが最近には DVD になっているようですが、今もらえているのかどうかちょっと4級取ってないのでわからないんですけれども、一応そういった形で音声映像付きでも、まあ、学習することができます。で、この対角線式審判法のメリットというのがですね、要はそのどういうことかというと、まあ、簡単に言うと、まあ、良い位置でまあ見ることができると。で、プレーにも比較的より近づけやすいということがあります。で、また、プレーの争点に邪魔にならないように、まあ、動けますよということもあります。で、また、その、副審とですね、挟み合って見ることもできるというふうな形で、まあ、いくつかあるんですが、まあ、一応大きく自分がこう大事かなと思っているのが今の3つの部分です。で、基本的に副審はですね、今右上、左上の方に赤い線を引っ張りました。で、右下の方にも赤い線をですね、ちょっと、こう引っ張って、まあ、このタッチラインのこの半分の外側を移動するんですけれども、ここと、主審のこのまあ、一応この赤い斜めのラインと、プレーを挟んで見ることができると。例えばここでプレーが起きたときに、ここでというのはちょっとまあラジオの方申し訳ないんですけれども、今左上のところにちょっと丸い円を描きました。ここがまあボールをプレーしているというところとした場合に、
主審が、申し訳ないです。映像をちょっと見ていただかないと、ちょっと説明が難しいんですけれども、これの目を描いたんですけれども、ここからプレーを見る。で、副審は副審のポジションで、まあ、オフサイドラインもあるんですが、一応ここから、まあ、余計な情報がちょっと今カットして、反対側からも見られる。ということによって、争点の、まあ、見落としが比較的なくなりますよ、減りますよ、ということで、まあ、監視がしやすいと。もし仮に主審はですね、副審に近いところの同じあたりから見てしまった場合には、反対側の部分が見えなくなりますね。そうすると見落としして、不正な、まあ、行為、ファウルとかを、まあ、見逃してしまうということですので、できる限り副審と主審を、この争点を挟んだ状態で見ると。いうことが、まあ、大事になってきます。で、副審からの何らかのアピールも、この争点を通して見ることができるので、まあ、見落とさない確率が高くなる。見落としにくくなるということであります。確かにこの対角線は大事なんですけれども、要求審判員とか、まあ、まだ乗り立ての方は、一応これを基本にして動くことが使えるということで、まあ、後々また初級編から僕は、まあ、中上級編とかですね、その辺にお話はしていきますけれども、まずはこの動きを大切にしていただきたいということであります。で、最近になって競技規則の改正で、昔はですね、ボール、まあ、ちょうどこのセンターマークのところに赤い印をつけたんですけれども、ボールは前方へ蹴らなければいけないっていうのが昔の競技規則でした。まあ、前方だからとまっすぐでなくても斜め前でもいいんですけれども、ところが今の競技規則は、後ろに蹴ってもいいと、どこへ蹴ってもいいというふうに変わりました。で、そうなったときに主審の取るポジション、従来は、まあ、攻撃が例えば右から左に行くというふうに、まあ、想定しますと、主審はこの右下側、ちょっと赤い、何でしょう、丸っこい図を今、印を書いてるんですけども、だいたいここら辺に立っています。ちょうどまあ、副審1、手前の副審に近いあたりのところですね。で、ところが J リーグとかですね、まあ一部の、我々のレベルの試合で見ていくと、今度は左のこの下側にポジションを取る主審の方がいます。で、厳密に言いますと、どれが正しいのということなんですけれども、まあ今のところね、明確な協会からの指示とかは直接は聞いてないんですが、まあ、どちらでも一応 OK です。まあ、認められはします。ただ私は従来のところでいいのかなとは思っています。そんなにこう、確かにこの前方にいるってことは攻撃後すぐに、まあ、危機的な状況に対して近づけているので、まあ、距離としては短時間で移動できるというメリットはありますけれども、キックオフの基本というのは何を監視しなきゃいけないかっていうと、このハーフウェイラインの反則を見なければいけないんですね、主審も。副審はちょっと見づらいかもしれないんですけれども、では蹴る前に相手チームがハーフウェイラインを超える。攻撃がキックオフするチームが蹴る前にハーフウェイラインを超える。それをまあ、監視するっていうのが一つです。ですので、あんまりこう、先に次の攻撃のことだけを考えて、ポジションを取るっていうと、なかなかその意識がいかない。結局、このサークル内にしか目が向かないので、個人的にはまだ従来のポジションのままでいいのかなというふうに考えています。ですから、4級審判員の方も、まあ、子供の試合であっても、まあ、中学生なり高校生なりの試合であっても、まあ、以前の
ポジションの通りでいいのかなと考えております。あ、ジュンジュンさんもありがとうございます。赤星スワーンと来てますけれども、ありがとうございます。そう、ちょいちょい後ろに移ります。あんまり気にしないでください。ね、もう本当に見せられない部屋なので、まあ、山内さんからはゴミ屋敷と言われた部屋ですので、あんまりこう見せられない部屋で恐縮ですが、一応そういう形で、ポジションは、まあ、最初のですね、キックオフ直後のポジションは取っておいていいかなと思っております。また協会の方で別なポジションを推奨されたのであれば、またまあ、ご案内もしてみますけれども、今のところは特にそんなこともないのかなということで、今まで通りでいいかなというふうに思っております。で、よくね、皆さんからも審判はこう常にずっと動いてるんじゃないかっていう言い方もしますけれども、そういうことはないです。ずっと動くと大変にもう疲労してしまって、肝心なところで力を発揮できなくなるので、メリハリをつけた動きをしますので、まあ、スプリントっていう動きと、あとまあ、ジョギングですね。軽めのラン。と、あとまあ、ウォーキング。そしてまあ、止まった、静止した状態の動きと、まあ、動きっていうのかな。静止は動きとは言わないかもしれません。こういったものを織り交ぜて、ポジションを取ったりとかしています。で、私たちのですね、動きでもう一つ、こう、習ったことというのがあって、要はその動き方を、その、しっかりとこう体に染み込ませないと、肝心な時にそういう基本的な動き方ができないということもありますので、私たちの動き方としては、こういう動き方を、インストラクターから推奨されます。これは3級とかになりますと言われるんですけれども、今赤ペンというか色でこう書いてるんですけれども、S 字に動きましょうという、こういう指導をされます。これはですね、まあ、さっきも言ったように腹筋を挟めるっていうこともメリットの一つですけれども、あとプレーがですね、基本的には、この真ん中付近で起こりやすいということもあって、主審が中にいたりすると、そのプレーを妨げてしまうということなので、できるだけこの中では、とどまらない方が望ましいです。で、動き方も、こういう S 字を使って動くと、プレーの邪魔にならないで、そのプレーに近づけると。そして、まあ、腹筋とも挟んでみられる。ことで、S 字の意識を持って動いていただきたいということです。ただ、最近の小学生レベルの試合では、一人審判制というのが、まあ、主流になってるんですけども、ちょっと聞いたところによるとまた3人制に戻そうかという話も出てるんですけれども、一人審判制になると動きが不規則です。決まった動き方はないので、なかなかこう、これが当てはまりにくいんですが、もし3人制の試合に、まあ、担当することになったということになれば、この S 字を意識して、走ってみてください。で、まあ、小学生の、まあ、チームの試合であれば、プレーを先に進めさせて、で、後から回り込んでも遅くはありませんので、ちょっとね、小学生だとこう、動きが非常にこう、予測しづらい。突然変化したり、こう、いろんな動きがあるので、予測することは大変難しいです。ので、多少こう、相手をというか、そのプレーを活かせた後に回り込むっていう動き方の方が安全かなと。ちょっと私も昔、この少年大会の時に、少年って自分の胸よりも下あたりぐらいに
頭があるので、全くこう視野に入ってこないんですね。そこで、ちょっと振り返って動き出そうとしたら、その少年とぶつかってちょっと倒れたということもありまして、非常にこう、動き方が難しいし、もう見えない状況になってしまいます。首振ってもこう、ちょうど胸より下あたりなので、全くこう、いないのかなと思って、次のポジションを取ろうとすると、後ろ後方からステルス戦闘機のようにこう出てきたりとかして、それでぶつかったりもしますので、非常に難しいです。ですので、ある程度こう、子供たちを行かせた後に動いた方が、まあ安全かなということもあります。まあ、これは一応大まかな基本的なこう主審の動き方になります。で、一応ここで1番目と2番目のお話は済ませましたと。で、次にですね、今年のですね、レフェリースタンダードということで、まあ、審判員の重点項目ということを挙げました。で、JFA のホームページにも掲載されておりますので、まあ、ご興味があれば、そのページを見て、映像を見ていただければと思うんですけれども、今年は4つありまして、競技者の安全を守る。これは従来から言われております。で、またハンドの反則に関して。で、ドグソ。ドグソというのは、得点または決定的な得点の機会をファウルで、まあ、フリーキックとなるファウルで阻止するプレー。まあ、これはもう一発退場に相当するものです。まあ、ちょっと例外というか修正もありますけれども、あとオフサイドなんですが、残り時間もあと2、3分になってきましたので、ちょっと簡単にお話しますけれども、この競技者の安全を守るというのは、今回はですね、特に頭部の安全を守りましょうということでありました。で、さっきの日本対インド、ああ、じゃね、日本対イランの試合でもありましたけれども、ジャンプしてヘディングした、ここまでは正当なんですけれども、膝が相手の選手の頭部にヒットしてしまったっていうところで、そのジャンプした選手のファウルを取られたというシーンがあったんですけれども、まあ、おそらくこれもこの安全という面で取られたジャッジだったのかなという、まあ、個人的な感想です。で、あとハンドの反則に関しても、自分でまあプレーしたボールがまあ偶発的に当たってしまったものは、これはノーファールですよということです。で、あと、ドグソ、こう決定的な得点の機会に関しても、これからも重点的に見ていこうということで、もう時間がだいぶ迫ってまいりましたので、とりあえず駆け足で、来週またちょっとこの辺の部分をまた振り返りながらお話をしてまいります。で、オフサイドに関しては、そのインパクトというところをしっかり見ていきましょうよという話でありました。では、ちょっと駆け足になってきましたけども、次回はこのレフェリースタンダードの補足と、また主審の動きの続きをお話ししていこうかと思っておりますので、また何かありましたら、ご質問、ご感想、メール等でお願いいたします。まゆゆさんもありがとうございます。では、以上これにて、本日の35回目を終了いたします。ありがとうございました。またよろしくお願いします。